じゃあこれで一回始めてみるね。わ、うん、わ、わ、わ、まず最初にお題を考えます。あ、なるほど。キャンプ中のギリシャのムカデ俺ピエロを推してる少女宇宙で日光浴する宇宙飛行士ってで、これで誰かが書く番が回ってきて、このお題を書く。あ、これ言っちゃダメなんだよね。言っちゃダメ、言っちゃダメ。なるほどね。あー、わかりやすい。あとおかしいマジはい、じゃあ俺からだね。ナイス。レモンを食べるハンバーガー。いや、これ俺頑張ったよ。俺頑張ったよ、これ。え、これ。マジレモンを食べる。うわ、最後だよ、俺。いや、わかんなかった。いや、そのままのな、俺。ちゃん。あさあ、木じゃん、これ。ハンバーグ。声出せんけん、逆に入って、おもろ。そう、これ。あ、これすごい。これ多分、うまくいったんじゃない？これ電話だろ。うまい。くそ。いや、俺普通にこの電話上のロゴパクっただけだけど。なんてやったら。あ、これ笹だったのか。ロゼかと思った。いや、いや、俺結構これ脱線させた。骨の周りの周りのやばい、絶対やばい、これあった、これ自分しか分かってるんで、何これ、何これ、真面目くんがギリ分かると思う。あ、これ魚肉ソーセージじゃなかったの。魚肉ソーセージ食べてる少年。面白い。いや、もうこれはね、あの動画撮るときまで封印しときましょう。ゲーミング PC を買って喜ぶ。これむずかったな。こんなんあった？え、それこれこれこれがわからんかった。え、まだわかんなかった。おやっぱり上島くんだ。わからんくてさ、手を突っ込むさやつかと思ったよ。手突っ込む機械サラリーマンで手突っ込む俺がさ意味わかんない、これ俺マジで意味わかんない。わあ、すごい。すごい。大元から外れちゃった。電話中のサラリーマンが最終的にどれの動画を見るクソガキだ。金沢駅。うわ、マジか。そうだったのか。これだったか。うわ、知らなかった。うまくない、ごめん、これうまい。金沢の網やみのシンボル。うわ、すごい。うわ、なんか、あ、これこれみたいにしてる。これね、こっちにしちゃった。これこんなガラスでないよ。惜しいね、これ。世界征服をこれ、これ頑張った、これ頑張った。頑張った、頑張った、単独ガラス。いや、これにしか見えないって。いやいや、どう見ても世界征服。